フラメンコオンステージ1話よりもっと大きい会場でコンサートができて、すごく光栄に感じてます。皆さんが一緒で本当に幸せでした。もう、今回のツアーも今日で終わりですね。人生で一番美しい瞬間、これを何年かを飾ったのは忘れません。ありがとうございました。待っててねー。